皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。アビスフットボール J チャラの時間が始まりました。アビスポ福岡サポーターの政治と、セレッソ大阪サポーターのカズです。はい、お久しぶりです。1年ぶりですね。いきなり噛んだね。噛んだね。よくない。取り直しを言おうかなと思ったけど、強引に言ったけん。行くよね、もう。行くよね、そこはもう。1年ぶりだしね。まあ、じゃあ1年前噛んでなかったかって言ったら噛んどったんやけどね。そうね。全然噛んどったんやけど。いや、で、1年前の、ちょっと見直しよったら、3個目に、4個しか動画上げてないうちの3個目に上げとった動画かなんかで、では、その忙しいから、やっぱりいっぱいあげたいけど全然無理だねっていう話を2人でしてて、はいはい、俺らもサラリーマンだから、そう、やっぱなかなか自分の都合で時間作るとかなかなかできてないよねっていう話をしてて、2人の時間がね、別に近くに住んでるわけじゃないからさ、そうね、そうで職業も別だし難しいねって話をしてて、で、そのまあサッカーみたいに監督が変われば、ね、雰囲気が変わってやりやすくなるかもねっていう話を俺してて、つかみで。覚えてないと思うけど、で、その話を俺しとったんやけど、その話をしてて監督変わればいいなみたいな話をしてた俺が、まさか逆にその選手みたいに移籍させられるっていう、これ俺が移籍しちゃう。まさか俺が逆に転勤して忙しいとこに行っちゃうっていう。タイミングがなかなかね。そう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 、なかなかバタバタしててちょっと続けれなかったんですけど、そうですね、だって1年前もまんま同じ話してるからね。ほんまそれシーズン中1回も上げてないっていうサポーターチャンネルぐらいやと思うわ。予想だけしてね。そう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 、結局どうやって今回からちょっと継続的に今年1年は、ね、週1でもいいから開けたい。そうね、再生聞いてくれる人を増やしつつ、そうゆっくりやっていきましょうか。ゆるゆると。そうなんです、そうね。で、今日ははいはい、久しぶりの一発目、そう、何するんっていう話やけど、何するんっていうのも、まあこの時期だからやっぱり移籍の話をしたいなっていう。もうキャンプインしてるんだけど、もうキャンそうね。そう。で、今日は、まあ、あいうえお順で言ってるから、いつも。アビスパ福岡の。2つしかないや。そうか。まあまあ、アビスパ福岡の。はい。話をしたくて。OK。で、まあ、移籍アウトの選手、レンタル含めては、この一番、まあ、今画面に見えてるやつ。はいはい。でなんか、まあ、レンタル合わせたら、9人かな、って言ったのが、まあ、ジョン・マリがレンタルで来てレンタル終了で、まあ、ブルーノ・メンデスはレンタル終了なんだけど、なんかまあ、この人はその、ディポルティボ・マルドナードっていう、ウルグアイかどっかのチームが一応お金もブルーノ・メンデスの権利は持ってて、で、まあなんかそのいろんなところにレンタルして、レンタル料でお金稼いでるみたいな、いう人材派遣みたいなサッカークラブだから、ここは。だからまあメンデス、ね、そうそうそう、レンタル終了はまああれとして。で、まあ、全員の話を一個ずつしていきたいんだけど、そんな時間長くはね、かけれないから。そうね。何人しかいなくて、いろんな思いも選手ね、いろいろあるんだけど。で、今回注目したいのは、まあ、エミル・サロモンソン選手と、あーね、ブルーノ・メンデス、で、ジョン・マリー、はいはい、もう3人、はいはいはい。で、まあ、はいはいはい、何が言いたいかっていうと、ジョン・マリーが、昨シーズン、はいはい、2021シーズンが5得点。で、山岸と同率1位かな。
ちょっと忘れた。そうなんや。はあ、ははあ。で、ブルーノ・メンデスが4得点。うん、うん、うん。で、これが、同率要因になるのかな。なんやけど、そうね。ジョン・マリー、山岸、ファンマが5得点。で、その次が、メンデス、クルークスっていう。要は、その、得点、チーム内得点ランキング1位と4位が抜けてるっていう。うん、うん、うん。まあ、少ないんだけどね。その、5得点とか4得点、まあ、少ないっていうの、いいのか言っていいのかどうか分かんないけど。うん、で、まあ、サロモンソンに関しては、アシストが6。うんうんうん。ゲーム内で。でも、これダントツで、その後が、まあ、シチ、山岸、茂弘の3だから、もうすごく倍、ダントツなのよね。うんうん。うん、だから、まあ、単純計算でも、まあ、15点。うん。分なくなってる。で、チームの、得点。うん。昨シーズンが合計42点だから、うん、その15点分ね、単純に計算いなくなってるわけだから、そこどうするのかなっていう。そうね。まあ、でも、サロモンソンぐらいで、その、うん、主力らしい主力の流出は。てか、まあ、彼はもうずっと前からスウェーデンに帰ってプレーするって言ってたから、うん、その、まあまあ仕方ないかなっていう。で、ブルーノ・メンデスに関しても、まあちょっと怪我がちで、最後ら辺はコンディション不良で全然出てなかったし。うん、で、まあジョン・マリに関しては、まあ得点能力に関してはすごいし、攻撃に関しても、やっぱりね、カメルーンのあの、アフリカチェックの。ポテンシャルが。そうそうそう、うん。まあ日本人にはないようなパワーなんだけど、うんうん、やっぱりアビスパのスタイルには合わなかったっていう。でも結構いい選手だったけどね、ジョン・マリ。その自分は守備しないけど、ベンチにいたらやっぱりフォワードの選手に守備しろって言ったりとか、うんうんうん、まあいい選手だなっていう。で、あとまあ、グティだったり、カウエだったりとかっていうのも出たり、吉岡もね、移籍しちゃったんだけど、うんうんうん、まあなんといってもまあ、石津選手の対談。うん、ねえ。まあ、もうずっとセレッターとアビスパが、長年サポーターとしてやってきたけど、うん、その石津の対談はやっぱちょっと来るものがあったんじゃない？いや、まあなんか分かってはいたけどみたいな。あ、そろそろって。そうそうそう、やっぱり分かってはいたけどっていう。まあでもなんかすごく石津選手に関しては感謝と、まあなんか尊敬というか、すごいなっていう。もともとやっぱ福岡大学から入ってきたときは、ドリブラーで点取る選手で、まあ J2 で2桁得点もしたこともあって、で、神戸に移籍して、ね、レンタル移籍して。ああ、してたね。そう、完全移籍の話もあったんだけど、まあ当時の社長とかが、どうしても、ね、J1 に上がったときに、石津の力が必要だからって言って、結局 J1 上がって帰ってきてもらって、ね、やっぱ誰もが思ったと思うのよね。石津のやっぱあの、うん、いやお前こねすぎだよっていうプレーと、うんうん、やっぱ石津らしいあのちょんちょんちょんっていう細かいタッチからのあのシュートのうまさ、うんうん、であとはやっぱ2年前の開幕戦のあのオーバーヘッドのゴールとか、はいはい、なんかこう記憶に残るゴールが多くて、うんうん、でもやっぱり3年前に怪我大怪我して膝の全治10ヶ月の膝の怪我して帰ってきた時に長谷部さんに監督代わってて試合出れるのかなって思ったら、あんなに守備頑張る選手になってて、守備が楽しいっていう選手になってて、30超えててそんなスタイル変えれるっていうのはやっぱすごいなっていうので、うん、うん、まあなんかやっぱまだまだやれる選手だと思うから、うんうん、J2 だったり J3 だったりとかだったら攻撃の中心でもできると思うし、まだ決まってないだよね、うんうん、ここでもやれるかなって思います。まあ、あとは、はい、ミクニ・ケネディと桑原選手に関してはあと二回り大きくなって帰ってきてほしいですね。そうね、うんうん、まあなんかこの二人がやっぱ将来ディフェンスの要になるかなって思うんで、はい、うん、いい加入選手は、はい、まあこういった感じになってて、はい、
注目は、まあ、なんて言ってもルキアン選手。うん。その去年、昨年得点王？そうそう、22得点。だよね、J2 得点王。そう。で、その、まあ、さっきも話ちょっとしたけど、その、うん、22点なくなってるよっていう、ね、チームとして22点なくなってるよって言ってて、うん、で、その、どうするんだろうっていうなった時に、こう、ルキアンっていうすごくいい選手を取れたんじゃないかなって、うん、こう思う。でもびっくりよね。うん、びっくり。そう、J1 に上がってくるチームの。そうそうそう。いや、すごいと思う。よく取ったね。いや、だってジュビロから選手引き抜くなんて考えられないからね。アビスパ福岡が。変わったんだね、アビスパが。まあ、すごいと思う。で、まあ、守備も頑張れる選手だし。うん、うん、そうね。うん。まあ、その、15得点取ってくれとは言わないけど、やっぱ2桁は期待したいよねっていう。うん。うん、そうね。そうそうそう。その、なんかな。やっぱ守備、フォワードに守備を求めるチームだから、監督さんも。はいはい、だけ、ね、はい、やっぱ攻撃に重きを置けなくて、多分思った以上に点は取れないと思うんだけど、ルキアンも。うん、やっぱそういうところでフラストレーションためるスポットじゃないと思うから、別に彼は、うんうん。うん。期待したいなと思いますね。うん、あとは、田中達也と、まあ、熊本選手っていうのは、福岡に、まあ、縁がある選手。田中達也選手は、まあ、ユースだし。熊本というと、熊本さん選手もあれじゃないかな。スクールとかは福岡、アビスクールだったんじゃないかな。確か、まあ、福岡県出身で。やっぱこうやって福岡に縁がある選手が増えてくるっていうのはすごく嬉しいよね。うんうんうん。俺から見ればもう田中達也やっとかって感じだけどね。俺、移籍してくるってなって、うんうん、その経歴を見て知ったもんね。あ、アビスパのユースだったっていうのが。あ、いやもうね、俺9、3大付属の時から見てて、高校の。そっから9、3大がどっか行ってんだったっけな、大学。行ってないか、直接ロアッサに行ったんかな。かなんかで、その時に、俺取れよって思ってて、ずっと。いやめちゃくちゃやっぱ当時若い時からいい選手で縦に速くて。うんうんうん。取れよってずっと思ってて。あるよあるよとやっぱ J1 まで上がっちゃって。うん。でもなんかそういうのもちょっと感慨深いよね。うん。J1 で頑張ってる選手がアビに行きたいってもし思ってくれてても、やっぱりチームのね、が J2 にいたらやっぱ無理じゃん。やっぱ選手も、やっぱ厳しいところがあるじゃん。やっぱ自分ができるのに、わざわざ J2 に行ってみたいなのはなかなかね、まあ、ジョーゴとかはね、例外としても。そういう意味ではやっぱ田中達也が来てくれたっていうのは、やっぱチームとして、やっぱ2年連続 J1 で戦えるっていうのも含めて、で、アステバクさんのスタイルも含めて、アビスパは今年やっぱ参入するんじゃないかなって、選手も思ってくれてるんじゃないかなっていう、その、思ってるなって感じれるのが、やっぱルキアンと田中達也かなっていう、個人的には。まあ、あともう一個忘れてた、うん、もう一人、奈良辰樹もそうだよね。うんうんうん。やっぱ、長谷部さんの元だったらっていうので、あるんじゃないかなって。うん、まあ、あとは、前島さんが右サイドバック、多分、サロモンソンの後釜で多分取ってると思うんだけど、考えて。うん、うんうんうん。まあ、なんか、エミルと同じ役割を求めちゃうと、ちょっと違うかな。そうね、あれはちょっとまた異質というか、まあそう、彼はサロモンさんすごくサッカーが上手で頭がいいっていう選手だったから、うんうん、彼は、まあ、前島選手は攻撃的にではあるし、うんうん、全然まあね、とはいえ簡単に右サイドバック空いてるから出れるかっていうと、まあ、湯沢という信頼できる男がアビスパにいるので、そうね、うん、簡単には出れないんじゃないかなとは思うけど、うん、でもまあ2年連続シチに続いて横浜 FC からサイドバックが加入するということで、
あとは、そのアビユース出身の話で言えば、東野選手もレンタル移籍から帰ってきて。ああ、そうだね。去年 FC 守りで J3 で、やっぱちょいちょい見てたけど、あんまりね、自分が思った多分パフォーマンスとやっぱりっていうところが彼もあったと思うから、うんうん、思ったようにゴールも伸びなくてっていうのもあったと思うから、まあ、どこまでやれるかなっていうのはあるかな。で、まあ、もう一人完全移籍になったって言ったら長いし、匠選手、セレッソ大阪から、うんうん、まあ、村上がね、めちゃくちゃ伸びちゃったから、なかなか試合に出るの難しいと思うけど、天皇杯かな、ルヴァンかな、かなんかで出てた時で、よかったね。そう話をね、うん、まあ別にプレー見たわけじゃないから直接わかんないけど、でもやっぱ全然いい評価だったから、うん、なんか村上が安心してほしくないから、今年も俺出れるわみたいなのじゃなくて、やっぱ長石だったりとか、はいはい、山野井だったりとかっていう匠コンビがね、ダブル匠がどんだけ村上食えるかがやっぱね、その村上、まあ、そうゴールキーパーグループでかかってるかなと。まあでも去年の村上選手の活躍っていうのがすごく貢献度がちょっとすごすぎたすごかったからねっていうのが、うん、と多分アビスパサポーターも驚いたぐらいの、いやだと思う、頑張りだったねんね、うん、誰も俺もずっと村上が穴だって言ってたからね。思った以上に頑張ってたもんね。すごいと思う。で、これが今年の、はい、まあ、メンバー、うん。やっぱこう見ると福岡出身の新加入選手、やっぱ熊本選手だったりとか、ね、田中達也もそうだし、福岡に縁のある選手が入ってきてるっていうのは嬉しい。うん、うん、うん。東谷選手も、まあ、熊本は出身は熊本県だけど、彼もアビスパユースだし、うんうん、まあ、うん、主力らしい主力は抜けてないし、そうね、うん、やっぱ去年のメンバーでより精度を高めて、みんながその要はチームとしての成熟度を上げるっていうよりは、選手個人個人がやっぱもっとレベルアップできるよっていう、うん、俺は長谷部さんとか強化部長のメッセージかなっていう。なるほどね、そうそう、やっぱ今年の目標にやっぱベスト4とか、あとはまあ J リーグで8位以内っていうのを言ってるけど、要は去年とメンバーそんなに変わってないんだから、去年と同じような成績は最低限残すよっていうのは、そのもちろんいろんなチームにね研究されてるだろうし、うん、そうって言った中でやっぱどれだけ残せるかかなって思うんで、うん、どうですか今年は、うん、まあ、アビスパ福岡っていうのはあの5年周期のジンクスがあったわけじゃん、うん、この5年上がって、うん、その年で降格っていうのがで、うん、昨年そのジンクスが破られて初めてこう、うん、J1 に残った、うん、それも7位 ?8 位 ?8 位8位、もうアビスパとしてはもう一番今までの中ではいい成績だったというか、うん、そうね、そうなっていう中でこの補強と対談も考慮して、うん、監督も結構謙虚な感じの目標だったじゃないですか、うんうん、そう効果定着するっていうのが目標と、うんうん、そうこうもうタイトル目指すとかそういう大きいこと言わずにコツコツとやるような感じのこと言ってたんですけど、うん、政治的に今年はどう、うん、去年の成績と、まあ、ちょっと メンバーがちょっと変わったからっていうのもあるけど思うけど、いや俺はここぐらいまで、うん、そう、うん、メンバーがあんまり変わってないから、うん、うん、まあ、なんか6位から10位ぐらいの間に入ってくれるのかなっていう個人的には。なるほどね。でその、はいはい、個人的に、うん、そのじゃあ J リーグ、まあ、順位どんだけ上げれるかっていうので言えば、はい、俺は今年の1年間2022シーズンの22シーズンの、うん、その
アビスパの順位をの鍵握ってるのは杉本だと思ってる、うん、なるほどね、うん、杉本太郎がどんだけやれるかで、うん、やっぱ順位が全然変わってくるんじゃないかなって思ってる、うん、なるほど。期待、一番期待する一番期待してるっていうか、いや、お前今年やんなきゃダメだぞって思ってる。本当に。なるほどね。うん。厳しいですね。いや、本当に。いや、やれる人だから、杉本は。あ、なるほど、なるほど。そうそう。やっぱ442のゾーンブロック組むっていうスタイルで、まあ、最後ら辺は3バックに対して3バックやったりとかして、うん、杉本が2列目とか入ってたけど、でも今年のやっぱファンマ、山岸、ルキアンがいるね、中で、3トップっていうのはなかなかね、3枚いて 1枚しか使わないっていうのはなかなかもったいないと思うから、うん、でまあね、渡りもいるしっていう中で、うん、やっぱまた442がベースとなってくると思うんだけど、やっぱり442の左の杉本が異質だ、異質じゃん、見てても。そうね、そう、縦に速くっていうサッカーしてんのに、で、うん、ポジション守ってってしてんのに、杉本はガンガンやっぱバランス崩して中に短いパスつなぎに行くっていう、アンバランスを、カオスを作りに行けるっていう選手。なるほどね。そうそう。やっぱあとは彼がどんだけ点に絡めるかっていう。うん。うん。J1 で全然。試合も出てたしね、去年は。そういう意味で言ったら。そう。全然やれるっていうのが分かったから。ね、田中達也も入ってきたから、左金森で田中達也が右でっていうので出番減ってくるだろうし、でクルークスもね、やっぱ得点力が抜群だし、守備もやっぱ最後ら辺はやっぱね、ハマってきてるし、で今年はなんて言ったって、じゃあ後ろがね、エミルで攻撃重視の選手だったっていうところから湯沢になったりとかになってくると、クルークスがね、前に置いても湯沢がなんとかしてくれるとかで、もしかしたら出番増えるかもしれないし、彼の。うんうん、ってなってくると金森が左行く可能性もあるから、なかなかねあれなんだけど、杉本に俺は今年1年本当に期待してる。8番背負ってるし。なるほどね。アビスパの8番はセレッソ並みとは言えないけど、やっぱ8ね、アビスパの8日なんで8番に思い入れいる多いサポーターも多いと思うから。なるほどね。結構じゃあ重たい背番号というか期待されてる背番号、まあ杉本潤がね、ずっと背負ってたから。ああ、そうだったね。そうそう。っていうことで、ね、今回はこんな感じで。うん、ちょっと早足で。なんだかんだやっぱ20分超えを喋っちゃうよねっていう。やっぱ濃いもんね。まあまあまあ。いろいろ話したりすると。いやー、でも楽しみだね。楽しみです。今年はね。うん。なんか去年はワクワクが大きかった。なんかこうどんだけ今年今回やれるんだろうな J1 でっていうのが多くて。そうね、うん、でまあ残留争いじゃないかなって。そう、開幕してやっぱ名古屋にいい試合して、でも最後やっぱね個人技でやられちゃって、うわやっぱ J1 って甘くないなってなって、うん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 、でやっぱ清水ともいい試合 してるけど、やっぱねなかなか勝てなくてっていう、その篠田さんの時に上がった時もそうだったし、井原さんの時もそうだったし、いい試合してるんだけど勝てない、勝ち点拾えないっていうので、やっぱずるずるいったのが、ね、やっぱ鹿島相手に、やっぱあんだけ頑張って勝てて、10人だったという、そこからやっぱ勝ち重ねていけてっていうので、やっぱすごくいい、ね、年だったと思うから、去年のやっぱ同じクオリティをっていうね、なかなか難しいと思うけど。川崎にね、え勝ち点3を取ったのが一番最初がアビスパだったもんね、昨年。だから今年はまあ頑張ってほしいなって。でも俺の中でもちょっと残留争い巻き込まれるかなって思ってるから、うん、ああなるほどね。やっぱ他もいいメンバーだからね、うん、甘くないしね。そうということで今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、はい、どうも。俺いつもなんて言って締めてたっけこれ。適当でいいんじゃない。久しぶりだし。バイバーイ。